本ハンドボールリーグ第6週第1日 HC 名古屋と三重バイオレットアイリスの対戦です。そうですね、今日は一戦で守ってますね、6-0。 そしてここはピボットを通ってシュート決まりました。先制点は3番の茂木さくらです。一旦戻す原のシュート、ここは決まりました。原の得点です。これでいうふうに思いますね。やっぱり最初からピポットだけで動くよりも2人で動いた方がナイスですね。決まりました。22番田沼の得点です。7一本を取られてしまうので、はい、どうしても高めで高めでというのが狙いかなというふうに。ナイスですね。また下抜いてきました。24番の上松理子です。通算セーブが5割という。抜いていく、そしてここもナイスセーブです。ゴールキーパースローになる。パスは森本、抜いていこうというところ、ウィングに預けてシュート、ワンハンドで取ってシュートしっかり決めました。17番の鳩野です。25番の林から、もう一度カットに行こうというところ、原、体をしっかり立てていくか。ここは決まりました。原が今日これで3点目。今左手で打ちましたね。はい、ろくなプレーシーンも見られます。滝沢ひとみ子です。そして高めシュート、ここは突き刺さる。これで7対4となりました。シュートへからここはパスカット狙うがダメ。そして森本の得点です。早いシュートですね、やっぱり森本選手。はい、膝下に当たってしまったが、ここはノーホイッスル、そのままボールが続く、ね。はい、そして数的優位になりそうでは、そのまま突っ込んでいく。シュート決まりました。10番の飯島かな子の得点です。原がいてシュートに行って決まりました。三重バイオレットアイリス通算500得点、東京2020も活躍しました。原希美、1回のパスプレーの前にシュートを打たないといけない。ここは通ってシュートに行く、しっかり決まりました。7番の佐伯彩香、残り時間が10秒となる。突っ込んでいく、上から打ってシュート決まりました。決めたのは22番の田沼瑞希。新井翔太ヘッドコーチです。さあ後半の開始です。 JHL2022-23 シーズン日本ハンドボールリーグ第6週第1日、ゴールキーパーは岩見、ここは止めた、ナイスキーですね。岩見が止めました。タイリスです。原から、原のシュート、ここも決まりました。原が今日これで7点目ですね。さあここは三重がよく守っています。しかしその間上で抜いてきました。山本です。山本のカットインでの得点の2点リード。高宮から大きく飛ばして、ここはスペースが空いている。しっかりと浮かして10番の飯島かな子です。入り込んでくる27番熊崎。しかしここボールは HC 名古屋。そしてここはパスが通った、シュート決まりました。8番の平松かな。ピボットは14番の渡辺です。そして飯塚、飯塚がこれでしっかりと得点、うまいですね。左の2枚目ディフェンスを張っています。上からシュート決まりました。22番の田沼です。ウィングプレイヤーとして入っていきます。あ、ここはパスが取れる、林です。ここでしっかりとボール当てていくが、シュート決まりました。林の得点、やっていけという指示があったのかもしれませんね。はい、原が来る、ここは鮮やかなスクリーンプレー。さあそして25番の鈴木キララ、今日は2分の2の決定率。3本目も決める。7メートルは高宮だけじゃない。林、森本から速いパス、鳩野がアウトサイドのサイドネットに出しました。センターバックに入っていきます。田沼、ここは逆をつきました。田沼です。田沼は腕が長いですね。6対23、3点差。林パスカットに成功する。名古屋、8番の平松、そして走って3番の茂木さくら、27対23。さあここで行く、飯塚から割って決まりました。執念で決めた、ね、押し込んだ23番の森本です。手が動くぞ、止める、リバウンド決めた。これで1点差、1点差ですね。戻った、滝沢、残り10秒、預けてシュート、ここはキーパーセーブー、決定的なセーブー、滝沢ひとみ子。そして残り4秒3秒、そして大きく投げて試合終了。滝沢選手よく止めましたね。最後東海ダービー勝ち切ったのは HC 名古屋、27対26。
粘る三重バイオレット・アイリスを振り切って1点差勝利、大きな勝利を挙げました。AC 今季 2勝目、はい、これで2勝1分け2敗ということで勝ち点が5になります。 HC 名古屋、そして三重バイオレットアイですが2勝3敗は勝ち点4のままということになりました。